はい、じゃあ今からねじいちゃんと晩ご飯やっていきますね。今日はねこちら見てわかると思いますけど、ギマですね。これよう超えてきましたね今ね、結構超えてきたんで、これちょっと1匹煮付けにして、1匹は僕がね明日七輪で焼きます。ギマはね、こことここに角があるじゃないですか。まずこれ取りますね。結構この包丁がね1回でダメになっちゃうんだよね、これザラザラのさ皮で。そこがねちょっと、ここはね、まあ、包丁傷むんでハサミ、ハサミでいきますわ。ハサミでいけへんのかなこれ。え、たった最強のハサミでもめちゃくちゃ硬いぞこれ。え、あ、いった、めちゃくちゃ硬いわこれマジで。よし、今ね上と下切ったら、とりあえず口も切っときます。口ね、口で、で皮むこっか。皮むくんだけど、ヒレもね取ります。ここのヒレ両方ね。でその前にここをそういえば取っとかな、この腸をね取ります。そしたら剥くよ。剥くんだけどね、ここ包丁で、逆さ包丁でちょっとここね切っときます。この皮を、皮をこう、皮をこう切っときます。こっちまで、こっちも同じように。こう切ります。そしたらこれね、尻尾の方からちょっと大きくないんでね、頭に向かって向くとシュッと向けるからね。これ頭から尻尾にやるとめっちゃ力いるんで覚えておいてください。メイン動画でね僕何回か言ってるんでね、知ってる人も多いと思いますけどね、こっちからやるとシュッといくんだよね。でもこうなんていうの、綺麗に向けん時もあるんで、こういう風にね、こういう風に。よしと。で今ちょっと綺麗に向けてないね。で向けたかな。こう向けたら、あとはねエラ。エラだけここからね。カワハギと一緒でここに通して。で押さえて取ると、まだ洗えば OK。 意外にね肝はねちっちゃいですね。思った以上にちっちゃいなこれ。これ秋になるともっとパンパンになるからね肝はね。まだちょっと小さめだね。ただまあ普通にここら辺ねちょっと包丁で入れておいて、尻尾もねここで切り揃えちゃいます。こんな感じで。そうしたらね、これは煮付けが美味しいんで煮付けにしますね。とりあえずね、お水ね、入れまして、今日は砂糖をね、とりあえず適当に入れます。こんなもん入れようか。少しね、こっちお酒入れるよ、お酒。ぐる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 とかき混ぜて、ここ醤油をね入れるよ。ちょっと水が多いかな、まあ、でもねちょっと長期間煮ないと火が通らないんで、これでいいかな、これでいいや。もう沸騰してきたんでね、ここに入れるよ。よいしょ、大きいからね、フライパンいっぱいいっぱいだね。でこれ煮てる間に次の作業いきます。よいしょ、これね、よいしょっと。そしたらこれね、半身もいらないんで、とりあえずハラミの方だけ使おうかな今日は。こっちからね、
を入れて、この辺からいきますか。こういう感じでね。こう下ろしておきますね、こういう感じでね。まあ残りはこのままちょっと置いておきます。そして今からカツオをやるんだけど、その前にちょっとこのねグリル、ここでねちょっとお肉があるんで鶏肉をね少し焼きますね。たまにはね肉もね焼きます。よしと、そしてね焼いていくよ。とりあえず腹骨つきますね、腹骨。よいしょ。こういうね虫、丸いやつおるじゃないですか。こいつはあの食べてもね害はないんでね、テンタクラリアっていうね虫ですね。ちょっとアニサキスのチェックだけしますか。こいつあれかな、テンタクラリアかな、ね、はい大丈夫そうだね。そうしたらね、とりあえずここからね切っといて、こっちはねちょっと炙ろうかな、炙ります。でこの尻尾の方はね刺身に、刺身というか皮取って刺身にしますね。こっちはね皮を引いて、よし上手に引けた。意外に皮目にちょっと見てもらうと分かるけど油あるよねこれ。そうしたらこの辺でね柵をこう取っておきますか。塩をね皮に当てて、これ一回冷やすね。熱いんでね冷やす。そうしたらこれをね切りますか。まあ普通に、お、よいしょ。これをね、これはこういきますか。多分じいちゃんはたたきより普通のねこういう刺身の方が多分好きだけどね。よいしょ。とりあえずここに乗っけておきますわ。で次だ、さっきのたたき。はい、じゃあ今冷えたんでね、こちらのたたき、これちょっと大きいからこれもそうだね、この辺で切りますか。こうやってね、でもここでちょっと食べてみようか。うん、うまっ。僕はね、カツオたたき好きっすね。うまい。
押して玉ねぎもね冷蔵庫に長いこと入ってて芽がね伸びちゃいましたね。これ大丈夫かこれ。いけるか。いけるな意外に。意外にいけるんだ。ね。じゃあこの芽のところだけちょっと切ってね。でこれを。少し水にさらしておきますか。大葉をね、こうくるくるくると巻いて、玉ねぎをね。大葉を乗っけてね。よし。そこね刺身は出来上がり。はい。そしたら次にね鶏肉だね。これねいい感じで焼けました。熱いからな。おいいね。いい。よし、まあ、鶏肉ちょこっとなんでねこういうちっちゃい皿に盛っちゃいますね。パッチめっちゃ熱いわ鶏肉。ただ最後にギマを盛り付けるよ。今これ身がさこう弾けちゃってる。で肝の脂が美味しそう。ちょっと汁たっぷりめにね入れて、今日はこれで完成だね。もう簡単、これで完成。はい、今日はねギマの煮付けとカツオのお刺身とお肉で完成です。おいじいちゃん、いただきます。はい、どうぞ。ちょっと口乾いたんでね飲みますか。暑いな毎日な。うん、暑くねえか毎日。どうだね。暑いだろ。あ、なんでか。生姜。そんな入れるのお前生姜。うん。あるだよ、よく。まああるけどさ。わかるだろ。うん。これ。何度ある。いいな。そういうのは刺身さ。なんだ。カツオみたいな。正解。正解ですよ。身が赤いもん。マグロも赤いよ。わかるんだ、マグロとカツオぐらいは。な。わかる。わかる。そうだね。こっち食ってみよう。たたき。これ薬味とこっちポン酢。玉ねぎと魚が下に入っとって。それと魚。そう玉ねぎだ。違う下に魚があるんだ。そこら、そこら辺。あるだろ。一緒に食べる。野菜と一緒に食べる。たたき。夏はね、こうさっぱりしたさ野菜と。うまいよな。どっちが好き刺身と。こっちのね。やっぱりな、そう言うと思った。思った俺も。これは。ギマ。ちょっと肝がちっちゃいんだよな、今ギマ。生姜いいからさ。鮮度がいい。じゃあ鮮度がいいんだ。じゃあ鮮度がいいからね。火は通っとるよ完全に。もう30分ぐらい煮たからね。これなんていうの、鮮度良すぎて身が張って。でもうまいけどな結構。身はな、うまいよな。肝はねちっちゃいんだってまんだ。でも油がこう肝の油がさ煮汁に溶けるからうまいだろ、うん、これは身がいいんだ。ちょっと硬くて食べにくいけどな。うん、そうそう、キモキモキモ。今日食べへんの？食べるよ。
ちぎれ、キモいったれや。どうだ、キモい、うまい、うまい。じゃあ肉食って点数聞くわ。肉食って点数聞く。これ肉、うん、その生姜醤油つけていいよ。こっちはもうそれつけへんよ。鶏肉だ、好きだろな。硬いの？嘘だ、硬いんだ。肉だからな、肉ってそういうもんだから。じゃあ点数聞きますか。95点。今日はいいんだ、やっぱりこれシンプルな料理がいいんだな。じゃあもうゆっくり食べればいいんで、バイバイしてくれますか。バイバイ。はい、でもゆっくり食べよな。シンプルが一番だな。